はい、どうもこんにちは、もとです。本日はですね、現在の CSR のカーたちの価格はどうなってるの、パート3でございます。今日で、最後ですね。で、紹介するカードの中に購入を検討しているカードがあれば参考にしていただけると嬉しいです。購入はあくまで自己責任でよろしくお願いします。1枚目はガラルサンダー VCSR です。メルカリでの高値では約2500円での取引がありました。購入相場的には1000円から2200円での取引がありました。2枚目はガラルファイヤー VCSR です。高値では2500円での取引がありました。購入相場的には1800円から2400円での取引がありました。3枚目は一撃ウラウス VMAXCSR です。高値では2500円での取引がありました。購入相場的には2000円から2400円での取引がありました。4枚目は黒馬バトレックス VMAXCSR です。高値では2700円での取引がありました。購入相場的には1300円から2000円での取引がありました。5枚目はクチート VCSR です。高値では約4000円での取引がありました。購入相場的には2000円から3300円での取引がありました。6枚目はブラッキー VCSR です。高値では約6500円での取引がありました。購入相場的には4000円から5900円での取引がありました。最後はスターミー VCSR です。高値では約12200円での取引がありました。購入相場的には8000円から12000円での取引がありました。パート3まで CSR のカーたちを紹介させていただきました。やはりイラストがすごく素晴らしいカーたちが多いですよね。個人的には一撃ウラウス VMAX のカードは好きなカードですね。パート1からパート3まで皆様が好きなカードがあればコメント欄へよろしくお願いします。今後ポケモンカードに関する情報発信していきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ここまでご視聴ありがとうございました。